やあ、ベン。忙しそうだね。そろそろ洗車しないとね。あらら。本当に洗車に行かないとね。トムのとこに行こう。洗車屋を始めたらしいぞ。やあトム、お客さんが来たぞ。行こう。トム、ベン、準備はいいかい？最初に水をかけて。そしたら石鹸だ。綺麗にするぞ。次は何だい？よし、ブラシだね。で洗い流してから、最後に乾かすぞ。おお、ベン、新品みたいだね。ありがとう、トム。じゃあ家に帰ろうか、ベン。じゃあまたね。やあみんな、今日は綺麗な日だね。クリスマスツリーを探してるのかい？ああ、完璧なクリスマスツリーが欲しいんだね。あれはどうだい？いいね。じゃあ何をするんだい？ああ、いい考えだ。気をつけて。あらら、サム、大丈夫？まあ、怪我はしてないみたいだね。けど、トムのカーウォッシュに行った方がいいかもね。やあトム、そしてベイビートム、綺麗なデコレーションだね。それはというと、雪かきのサムが今から来るよ。
ちょっとね、変わったデコレーションがあるんだ。やあ、ちょうどだね。トムが今立った飾り付けを終えたとこだよ。中に入って、サム。始めようか。最初は何だい、トム。トム、プレゼントの時間はないよ。サムの相手をしないと。ああ、じゃあとりあえず待っておこうか。ウォーターガン、かっこいい。楽しいかい、ベイビートム。よし、トゲはなくなったね。次は樹脂だ。栗か。何をするんだい？ああ、樹脂が熱で溶け落ちるって？いい考えだ。ベイビートム、お父さんは栗を見てなきゃいけないんだ。仕上げをお願いできるかな？次のステップは何だい、ベイビートム。ああ、クリスマスブローか。いいね。サム、そしたらちゃんと綺麗になってクリスマスの準備をしようか。嬉しいんでしょう。終わったらトムとベイビートムが外で待ってるよ。見てサム、本当に光ってる。そうだね、フランク。暗くなっちゃったけど、どうやってクリスマスツリーを手に入れるんだい？サム、トムがトムのクリスマスツリーを持ってっていいってよ。そしたら飾り付けもしなくていいし。トムは優しいね。みんなもメリークリスマス。またね。やあみんな、美しいクリスマスイブだね。ココアを友達と飲むのには完璧な夜だな。わあ、なんだ今の。サンタが屋根に降りてきただって？何してるんだい、ロッキー。その煙突には入れないと思うけど。ああ、サンタが煙突にいるかどうか確かめるだけだって。ヘクター、屋根を見てくるんだ。うわ、ロッキー、ここすっごいすすだらけだね。サンタはいなかったな。レンガがただ煙突の中に落ちてっただけかな。トムのカーウォッシュに行って綺麗になれに行こうか、ロッキー。やあトム、
ロッキーに何があったと思う？サンタがいないか煙突を確認したらこうなったんだ。クリスマスもあるし、綺麗にできないかな。よし、じゃあ中に行こう。最初は何だい、トム？そうだね。シャワーを使えば石鹸で泡立てることができるんじゃないかな。やあ、ベイビートム、どうしたんだい？お父さんを手伝ってるって？いたずらっ子だな。ただロッキーにかかったすすで遊びたかっただけでしょ？どいてた方がいいよ。じゃないと君もシャワーをしなくちゃいけなくなるぞ。よし、これでロッキーは濡れてるね。そしたら次は？石鹸でススを取り除く。払い落とせないから大変だね、ロッキー。残りはどうやって取るんだい、トム？消しゴムだって？おお、すごいぞ。よくなってきたね。すすも落ちてきた。そしたら水で流そうか。そしたら乾かそうかね、ロッキー。よし、準備できたぞ、ロッキー。プレゼントをもらうのも忘れずにね。ガムか。あの消しゴムみたいだな。ありがとうね、トム。これでロッキーも綺麗になったよ。じゃあね、みんな、メリークリスマス。いやあみんな、今日はどうしたんだい？ハロウィンの準備をしてるのかな？わあ、月が今日はとっても大きく見えるな。あ、ベイビーフランシス、カボチャに突っ込んでっちゃった。大
丈夫だよ、ベイビーフランシス。トムのカーウォッシュに行ったらどうだい？なんとかしてくれるはずだ。やあみんな、今日はとっても怖いね。このカボチャも作ったのかい？大丈夫だよ、ベイビーフランシス。トムとベイビートムだけだから。ベイビーフランシスがちょっとやらかしちゃったんだ。綺麗にできるかな？ベイビーフランシスが農場にいたんだけど、間違ってカボチャに突っ込んじゃったんだ。まあ、よくあることだよ。プラットフォームに乗って、ベイビーフランシス。大丈夫だよ、ベイビーフランシス。掘る用のカボチャだから。最初に、まずカボチャを切る。ベイビートム、君が右側を切って。トムが左側を切るからね。ベイビートム、そうじゃないよ。よくできたのにな。ちょっと残念だね。わあ、もう終わったのかい？おお、またカボチャが残ってるんだね。カボチャってベタベタするから、最後に石鹸でしっかり洗わなきゃ。泡でカボチャの残りも綺麗になるぞ。そしたら、ジェット洗浄だ。キラキラしてるね。ありがとうね、みんな。よくやったぞ。どうしたんだい？みんな。何かあったのかい？お礼にパンプキンパイをくれるって？とても優しいね。ありがとう。じゃあね、みんな。こんにちは、デン。今日は何をしているの？ジャーリーと一緒に建設現場で働いてるんだね。仲良く働いてるみたいだね。どうしたの？
ちょっと困ったことになったみたいだね、デン。レッカー車のトムに助けに来てもらおう。トム？ねえ、トム？解体クレーン車のデンが困ってるんだ。すぐに来てくれる？よかった。さあ、行こう。デンは建設現場にいるよ。デン、心配しないでね。トムがもうすぐ来てくれるよ。トムだよ。デンをガレンジに連れて行って修理しよう。さすがだね、トム。どうしたの、トム？そうか。デンの解体ボールもガレージに持っていかないとね。どうやって運ぼうか、トム。いいアイディアだね、トム。チャーリーに助けてもらおう。チャーリー、デンの解体ボールをガレージに運ぶのを手伝ってくれる？さすがだね、チャーリー。さあ、みんなでガレージに戻ろう。ありがとう、チャーリー。トム、どこから修理しようか。そうだね。ワイヤーが切れちゃってるね。交換する予備のワイヤーを持ってる？持ってるの？よかった。一番上の引き出しかな、トム。下の引き出しを見てみよう。ここにもないね。真ん中の引き出しかな？あったよ、トム。よかった。他にも何か必要なものがある？そうだね、レンチだね。ちょうどいい大きさみたいだよ。どこから始めようか、トム。壊れたワイヤーを外そうか。上手だね、トム。新しいワイヤーを取り付けよう。バッチリだね。次は解体ボールだね。デン、持ち上げられる？バッチリだよ、トム。さすがだね。他にも直すところがあるかな？デンに新しいクローラーが必要だと思う？いいアイデアだね。大きさもちょうど良さそうだよ。もう一個いるかな、トム。そうだね。まずは左のクローラーを交換しようか。その調子だよ、トム。次に右のクローラーを交換しようね。デン、調子はどう？バッチリみたいだよ。トム、デンは仕事に戻っても大丈夫かな？まだ？どうして？デンの窓を掃除してあげたいの？
本当だ、汚れてるね。建設現場で一生懸命働いたからだね。とっても綺麗になったよ。これでデンは建設現場でチャーリーともう一働きできるね。バイバイデン。トム終わったね。ありがとう。